せる。お前はもう終わりだ。ふん、大きく出たな。では見せてやるぞ、この剣の真のパワーを。それがどうした。こんな奴がこの世に存在するとは。この世に存在しちゃいけないのか。何だ。マセンコ、この私のパワーが完全に諦めろ。マセンコ、なぜだ、なぜこれほどのパワーが奴に。とどめは刺さないぞ。完全体じゃなくなった。ち、つまらない。それじゃお前ももう終わりだな。許さない。何をするつもりだ。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆するわ。俺も死ぬが、貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。何だと自爆。そうはさせるか。おっと、この俺に衝撃を与えればその瞬間に爆発するぞ。あと30秒だ。くそ。どうすんだよ。なんとかしないと。ダメだ。もう、どうしようもない。あと10秒。ずやっぱどう考えても、これしか地球が助かる道は思い浮かばなかった。悟空、お前、まさか。バイバイ、みんな。ここまでよくやったな、ごはん。すごかったぞ。お父さん。母さんにすまねえって言っといてくれ。悪い、かよう様。ここしかなかったんだ。くそー。消えた。孫悟空の木が。ご飯。どこに行ったんだ、セロア。
終わったな。お前と悟空が終わらせたんだ。頑張ったな、ご飯。でも、お父さんは…悟空は満足そうな顔をして死んでいった。お前の成長が嬉しかったんだ。さ、もう帰ろう、ご飯。この木は…当たったのはトランクスか。なぜ私が生きているのか驚いているようだな。いいだろう、教えてやる。私の中には小さな塊がある。その塊が破壊されない限り、この体は再生され続けるのだ。再生された時、この体はただの完全体ではなく、孫悟飯のようにはるかにパワーアップしていた。これはおそらく生死の狭間から救われた時、大きく力を上げるというサイヤ人の細胞がそうさせたのだろう。それに私は孫悟空の瞬間移動も学習できた。つまりより完璧になって帰ってくることができたのだ。孫悟空は私を倒すどころか、いろいろプレゼントしてしまったようだな。貴様、よくも、トランクス。ん？くそー！うわー！ベジータさん、砕け散れ！何が惑星ベジータの王子だ。次は貴様だ、孫悟飯。